こうやって皆さんに認識されるのも懐かしいですね。とりあえず、皆さんが治療に専念している間に、私はご主人を治す方法を考えましょうか。あ、そうだ、ずっとやりたかったことがあったんですよね。へへん、今のうちにやってしまおうと。それにしても驚いたんだぜ。まさか今のうぷ主たちがそこまでの経験をしていたとは。でも惜しいわね、昔の力があれば今の敵も問題じゃなかったのに。メリアさんはうぷ主を治すための方法を考えるから一人にしてくれって言ってたけど、大丈夫かしら。悔しいけど、今パトの治療方法を知ってるのはメリアちゃんくらいなのよね。少し時間がかかるなら今はゆっくり休んで、解決案が出た時には万全の状態にしておかないとね。そうね、私たちは傷はなくても疲労はすごいからね。私も久しぶりに神社に帰るわ。私も家に帰るんだぜ。ずっと遺跡の中にいたからかなりの時間帰ってない感じなんだぜ。私も同感だわ。それじゃあとりあえず今日はここで解散だね。メリアちゃんから情報が聞けるようになったら連絡するわ。お願いするわ。流れたらね、クリアするんだぜ。久しぶりにカフェ行かない。なんか元通りだね。でも、まだこの場にパトはいないんだよね。でも悪いことだけじゃないよ。メリアちゃんも帰ってきた。私たちはみんな無事だった。それだけでも十分だよ。そうね、パトもまだ治る可能性はある。うじうじしてられないわね。うん。さて、それじゃあ私はパトの様子を見てくるわ。ねえ、もしかして後悔してる？パトを守りきれなかったことを。でも私たちは頑張ったよ。頑張った自分を責めないでね。わかってる、私は全力でやったわ。だからもう振り返らないよ、前だけを見る。2年前からずっとそれだけは変わらないわ。強くなったなぁ、せっかちゃん。私も見習わないと。とりあえず私も休まないとな。ここ最近ずっと腫瘍ばっかりだったし、冥界でずっと緊張状態で肉体的疲労もまだ抜けきってないし。ふん、ふん、ふふふーん。これでさっぱりしましたね、ご主人。あれ、メリアちゃんどうしたの？あ、せっかちゃん、いいところに来たね。見て見て、今のご主人かっこいいでしょ。今のご主人って、メリアちゃん何を？え？どうですどうです、すごくさっぱりしたでしょ。最近私、ご主人の髪の毛長すぎるなーって思ってたんですよ。まあ、いいんじゃない。パトって髪型変わるだけでここまで違うのね。確かに今のパトになってからずっとだらしなかったなとは思ってたけど、ちゃんと整えたらここまで良くなるんだね。そうです、意識のあるご主人だと絶対に触らせてくれないから、今のうちにやっちゃいました。メリアちゃんは相変わらずだよね。私はずっとご主人と一緒にいましたからそこまで違和感はないんですけどね。そうだ、メリアちゃん、久しぶりにお話ししようよ。私はメリアちゃんとお話ししたいこと、たくさんできたんだから。2年ですもんね。いいですよ、ここで話しましょう。すごいな、あのウカという娘のおかげで我々の傷もほぼ治ってる。ゆゆこ様もなんとか外傷だけは治っているが、まだ完全回復には時間がかかるだろう。冥界もやっと以前の平和に戻ってきている。俺たちもこれからは考えていかないとな。君にこれからがあればだけどね。まさかお前たちが動き出したとはな。暗殺組織、毒虫。上からの命令でな、お前の抹殺命令が出たのでな。お前らの裏切りのせいで、重大な計画が失敗に終わってしまったからな。なるほど、それで俺をってわけか。まさか、ゆゆこ様にまで手を出そうとはしていないだろうな。安心しろ、冥界の姫を消せば、秩序が大きく乱れる、上はそれを望んでいないらしい。ほう、つまり、代表して俺だけ責任を負わされたってことか。だが、心外だな、俺はそう甘くないぞ。それは俺が決めることだ。な、何をした？心臓に穴を開けた。面白いものでな、1ミリでも穴が開けば驚くほど血が出る。まあ、血が止まらないように毒も仕込んだが。そ、だ。時間が経てば復活するぞ。だから君を連れてきたんだろう。魂は、いわばエネルギーの塊みたいなもの。お前の力を使えばこいつを消滅させることができるだろう。なるほどな、なら早速いただこうか。そ、俺に、触るな。安心しろ、お前の力はそのまま俺の力になる。無駄にはせんぞ。あ、や、寝ろ。こいつはすごい、450万近く持ってやがる。おいくも、このままだとお前の序列抜いちまうぜ。調子に乗るな、ヒル。君にはまだまだ負けない。
さて、あと少しで終わりか。何やってるの？誰だ？六名王、暗言か。何やってるの？そのままだとデクちゃんが消滅するでしょ。それが目的だが。ふざけるな、早く止めろ。余計な殺傷は避けなければならん。と言ってもお前たちはすでに死んでいる。やりやすい。時計ネゼロ、古代の王。バカ。な。キル、終わったか。あ、もう終わる。案件。すまない。役割を。約束を。もう、守れそうにない。終了だ。では戻ろう。こっちの任務は完了だ。あの女はいいのか？ああ、今はな。どうせ、敵討ちに来る、その時にとどめを刺せばいい。自ら死にに来るのを待つのか、相変わらず陰湿な野郎だぜ。ふん、俺は雲だからな。人に獲物がくっつくまで待ってやるさ。ふん、この剣にも結構慣れてきたわね。結局安静にしてないし、今できることをやっていたいだけよ。まあ、せっかちゃんがそれでいいならいいんだけど。そういえばせっかちゃん、パパからもらったお守り、どうしてるの？持ってるわよ。これでしょ。オオカもメリアちゃんからの預かり物、持っているんでしょ。うん、肌身離さず持ってるよ。それでメリアちゃんに返そうと思って聞いたんだけど。それはまだオオカちゃんが持ってて、後できれば、髪につけててくれると嬉しいです。って言われた。でも動いてる時に外れる可能性もあるからね。あ、それはちゃんとのかないように処置はされてるから自分でのけない限り、外れることはないみたいだよ。へえ、そうなんだ。せっかちゃんも久しぶりにつけてみたら。え、今。そもそも、せっかくパパからもらったお守りなのにつけないなんて。わかったわかった、ちゃんとつけるわよ。おうか、自分一人でつけるのが恥ずかしいんでしょ。えへへ、正解。強くなると聞かせて、外したお守り。まだパパを守りきれてないけど、でも昔とはもう違う。つけましょう。なんか、恥ずかしいわね。でも似合ってるよ。せっかちゃん、まったくおしゃれしないからね。うるさい、主要の邪魔だったからつけなかったのよ。さて、それじゃあ家に帰ろっか。そうね、もしかしたらメリアちゃんがいい案思いついてるかもだしね。それじゃあ出発。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。